有峰口駅は、富山県富山市小県にある、富山地方鉄道立山線の駅である。駅番号は T54。当初は、小県駅として開業したが、日本国有鉄道及び名古屋鉄道の列車乗り入れに備え、有峰湖への最寄り駅であることから、観光客誘致のために解消された。島式ホーム一面二線を持つ、地上駅である。無人駅である。 駅舎と便所を有する特急停車駅であり、かつては名古屋鉄道より乗り入れた特急北アルプスや JR 西日本の特急サンダーバードも停車した。また、下記には富山有峰線が停車する。この有峰口駅では電車の離合は右側通行になっている。当駅における貨物取扱いは1969年6月1日に廃止された。 東駅接続の北陸電力専用線からは、アルミネダム建設に用いられたセメントが、1958年4月9日、までは、富山高専大広田駅に接続し、1958年4月10日からは、道線蓮町駅の管轄となった、小野田セメント専用線より輸送されていた。 セメント輸送は1958年から1959年にかけて1日平均700から800トンに及ぶ最盛期を迎え、それまでの1日1列車から2日あたり3列車に増便された。1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。 1967年7月1日現在における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。富山市統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は43人である。近年の1日平均乗降、乗車人員は、以下の通り。富山地方鉄道有り口駅。富山フィルムコミッション。2015年7月10日閲覧。 AB 富山地方鉄道株式会社編富山地方鉄道50年史1983年3月富山地方鉄道 ABC 今尾圭介監修日本鉄道旅行地図庁前線全駅全廃線6号2008年10月新庁舎 AB 富山地方鉄道株式会社編富山地方鉄道50年史1983年3月 富山地方鉄道 ABC 川島経造編、チューブライン全線、全駅、全廃線第7巻富山、糸井川、黒部エリア、2010年10月、高段車アルミネ口駅富山地方、鉄道カプ式、富山地方、鉄道、鉄道、富山地方鉄道カプ式、車、富山地,山地方、鉄道、バス夏山バスのご案内富山地方、 鉄道株式会社戸谷地方鉄道エビサタクト、ダム建設と資材運搬、有峰の記憶書集、2009年8月、桂初号北陸電力編、上岸地川アリ有峰発電計画工事士、1964年12月、北陸電力昭和33年日本、国有鉄道工事第112号4月7日、大倉省印刷局北陸電力編、 上岸寺川アリミネ発電計画工事士、1964年12月、北陸電力、名取の隆起、滝沢隆久編、トワイライトゾ、んマニュアル8、1999年11月、ネコパブリッシング日本国有鉄道貨物、営業局編、専用線一覧表昭和42年7月1日、1967年8月、 日本国有鉄道貨物営業局、AB 富山市統計所富山市、ありがとうございます。